バーナイチ、本日はこちら、ザ・ピーチェ。ここはブラジルのハンバーガーショップですね。で、ブラジルで野球をやってた方が開かれてるお店で、結構ブラジル代表とかまでこう野球やってて、野球のテクニックをムイトベン上手い選手 でちょっとあちらいるんですけど、アリーニです。この方がね、ジャイカ横浜で僕たちが研修してる時に一緒にジャイカ横浜で暮らして、なんですかね、ブラジルから横浜に来て、その、日系社会の勉強をしてたと。で、僕たちはブラジルに行くために、勉強してて、そういう縁があって今日、アリーニに連れてきてもらいました。で、すごいこのメジャーリーグとかをコンセプトにしたおしゃれな店なんで、ちょっともうぜひ紹介したいと思って来ました。じゃあ、ちょっと行ってみましょう。まず入ってすぐやん。こんないろんなユニフォームとかあって、ブラジルね、これブラジル代表のユニフォームですね。とか、あ、ヤクルトのユニフォームもあります。あとヤマハ、これ日本の社会人野球とか、結構マニアックですね、いろいろと。これブレーブスですね、渋いですね。でこの帽子、ブラジル代表の帽子ですね、これ。かぶってるんですよね、昨日いただいて。なんかいろいろこうやってヘルメットとか、ちょっとこっちの壁とかももう、これ、またこれ、ルイス・ウィル・スラッガーの木製バットがあったり、この渋いファーストミット、この水のマークですよ。とか、何ですこれ、これイーストンってやつですよね、これ。渋いっすね、これも。なんかもうアトランタ・ブレーブスですかね。で、スパイクも相当渋いっすよ、これ。で、こっち、もう入ってすぐの壁とかもすごいおしゃれなんですよね、これ。ザ・ピーチャーって書いてあるんですよね。ちょっと奥行ってみましょう。今横浜で出会った2球児の友達と、こちらの席で。今ハンバーガー頼んで待ってるところです。バノイチー、バノイチー、バノイチー、YouTube で、この人たちのおかげで今日ここに来ることができました。こっちの壁、この渋さ、この木製バットのちょっと暗いですね。で、上の棚とかもすごいおしゃれですね。どう、厨房行ってみましょうか。ワールドシリーズチャンピオン、なんていうの、歴代のなんかものがあったりとか。こんな感じでさ、ピーチャーって書いた T シャツとか参加してる方もハンバーガー作ってます。ごっつい肉ですね。この店内のモニターではこうやってメジャーリーグの試合の模様がずっと流されてます。今あれですね、レッドソックス対トロントブルージェイズですね。で、これ名前何でしたかね、ちょっと覚えてるんですけどね、ちょっと今忘れちゃいました。ピッチャージョン・ミスターっぽいんですけど違いますね。で、あ、ドナルドソン、ジョシュドナルドソンです多分。そんな感じでここサッカーの国ブラジルで、こんなもう野球ラブ、野球アドラールしてるような店があるってことを、もっともっと皆さんに知ってほしいですね。ぜひ皆さんブラジルに来た時にはこちらザ・ピッチャー寄ってみてください。じゃあこれからハンバーガー来ると思うんで。来ました、今日のメインディッシュハンバーガー。このザ・ピッチャーのおすすめ、名前はザ・ピッチャーです。 29ヘアイスです。このボリューム見てください。このポテト、バターとですね、とハンバーガー、ハンバーガーって何て言うんでしたっけ、ハンブルゲール、ハンブルゲールですね。じゃ早速行こうと思います。まずは1個バターだから。ウィートグランデね、このボリューム。一口いこうと思います。テイスティーよね、テイスティーよね、いいね。
めっちゃうまい。ブリットゴーストのこの肉のボリューム見てください。最高です。これやっぱブラジルだからこそ味わえるハンバーガーだなって感じてます。皆さんもぜひザ・ピーチャーお越しください。詳細はこちら下に貼っておきます。このお店のオーナーの方ですね、タカさんにちょっとインタビューをしようと思います。ポルトガル語で聞きます。ポルケポセコンサーエスタロジョソンズ・トレイソースお弁当とお弁当でサンパウロ、ブラジル。E junto com isso comer combo. Então somos apaixonados por beisebol. Juntamos o beisebol com o hambúrguer para divulgar mais esporte, as pessoas conhecerem o beisebol do Brasil, saberem que tem jogadores que jogam no Japão, nos Estados Unidos. Então é tentar difundir o esporte no país. Eu comecei com 6 anos em Maringá. 6 anos? É, eu comecei com 6 anos. Hoje eu tenho 27 anos. Já faz 21 anos que eu conheço o beisebol. Qual posição você é? Infield. Infield? Ah, eu também. Segundo beisebol. Você? Também, sou jogador. Mais secando. Ah, obrigado. Muito gostoso. Obrigado. Muito obrigado. お店の奥の方にもなんか渋い色々あります。ドジャースの昔の人とか。お、山田君何があるんですかこっちには。ラインっていうこのお店の色、はい、医療ブランドの商品が。あ、もうハンバーガーショップ兼このあれですか、そういうアパレルブランドも持ってるってことですね。いやーもうこれ活かしてますね本当に。かっこいい帽子も並んでます。この T シャツたくさんあります。こんなちっちゃいサイズでめっちゃかわいいですね。ブラジルですね。ぜひとも赤ちゃんに着させたいような。ぜひこれ検索してください。ナインバール。この、まあ、渋いドジャースの写真ですが見てください。ドジャース時代のノボです。ここにノボがいます。でちょっと他の選手は僕の場合知識不足なんですけど、まあ今でいうとこのバッタートップの位置的にヤシエル・プイグに似てますね。改めてちょっとこの棚のグッズを紹介しておきます。こちらから WBC2006 年のプエルトリコ代表のユニフォームですね。プエルトリコですね。そしてこちらマリナーズ時代のイチローのユニフォームあります。そしてこれは、まあ、ブレーブスですね。でこれデルクジーターでした。渋いですねこれも。でこれは日本の社会人野球に行ってるブラジル出身で日本の社会人野球に行ってる人たちのユニフォームらしいです。ヤマハで、まあ、ヤクルトとかもありますね。 U1 あれ WBC ブラジル代表とかになってましたね。という感じでなかなか渋いグッズ揃ってます。